今日はちょっと珍しくですね、まあ、食べ物というかサプリのレビューをしようかと思いまして、ここに書いてあるんですけど、ワールズファーストアップルサイダービネガーグミ、これね、ワールズファーストアップルサイダービネガーね、グミっていう、まあその名もゴリなんですけど、なんて書いちゃうか分からない。ニュートリションって書いてあるか分からん。ちょっとまあ箱はこんな感じで、ヘルスシンプル、ビタミンアンゲルス、あ、ビタミンエンジェルスって書いちゃうね。まあこんな感じで、箱はねこんな感じでいろいろ書いてあるんだけどね。Taste the apple, not the vinegar。 え？ Taste the apple, not the vinegar ってどういうことじゃ。ここにアップルサイダービネガーと書いてあるぞ、上にはね。ゴリ、まあまあちょっと見てみようね。まあ開けてみるとですね、まあこんな感じでゴリで、なんかで、グルテンフリー、ビーガン、ノン GMO、 オーガニック、アンフィルって、わからんな、これ、わからん。で、まあ中には、ちょっと、大きめっすね、ちょっと、この、青い箱なんですけど。なんか、バイオ 1.5 のハーブみたいなデザインやね、ちょっと。リラックス、リスターアンワインド、ミックスベリー。これ、なんかね、いろいろ種類があるんですけど、赤色とか緑色とか、茶色とか、いろいろあって、その中でも、この種類ですね、リラックス、レストア、これリラックスって書いてあるんですけど、ここに書いてあるんですけど、この青色はね、不安を取り除くやつなんですよね。うん。種類、他のサンプルみたいなのないんかな。入ってないな。他のは入ってないな。まあ、ちょっと、あと画像とか載せておくんですけど、なんかビタミンが入っとったりとか、っていうやつなんだけど、この青色のは精神安定剤みたいな感じのグミですね。どうしてもこの青いボトルを見ると、こうどうしてもこうタンクフルボトルをね想像しちゃうんだけど、大きさはこれぐらいですね。ちょっとビルドのタンクフルボトルと比べてもらったらわかりやすいんですけど、だいたい2倍ぐらい、横もだいたい3倍ぐらいっていう感じなんですよね、タンクフルボトル。とても音がセンスな。ちょっとまあ食べてみようか。プッシュダウン&ターン、プッシュダウン&ターン、え、どういうこと、ちょっと待てよ、どういうことだ、プッシュダウン、あんまやりたくないけど、これ動画編集せんにはいけん感じがね。生配信すればねいいんだろうけど、あた、いただきます、熱いこれ、ちょっと待って、あ、やばい、で、お、で、熱いこれ、ここに A もあるやん。よし、これで、何？プッシュダウン&ターン。プッシュダウン&ターン。オープン、こっち。ここ、こう向きなんで、押さえながら、こうかな。いや、待って、できんぞ。あ、しまった。え？ああ、わかった。なんか、取ってみたいなのがあって、こう、ずっとこう、グッとこう、押さえながら回さにゃいけんみたい。これは。え？あかんよ、これ、リアルに。どうなった？ああ、フルボトルが吹っ飛んだ。ちょっと、しかもちょっと、あ、QR コード見えちゃう。で、これを、え、もしかしてプッシュってこの破るためにプッシュなのか、これ普通に、あ、普通に閉まりだした、え、普通に開いたり閉まったりするようになった、まあいいやっていう感じで、中はね、こう、こんなグミっすね。なんか匂いはなんかリンゴなのかな、
なんかちょっとね、サワー的な、ブルーハワイ的な匂いがするね。じゃあちょっと食べてみようか。あ、柔らかい。味は、その、なんていうの、こう、日本で売られとるようなグミみたいに、こう、合間に食べるみたいな感じではないかな。甘い感じはしない。あの、なんていうの、素材の味というか、そんな甘くはないんよ。ちょっと酸味がある感じかな。そんなに甘くはない。でも、なんやろ、大人が食う分には、あれ、あかんくなったぞ。あれ？大人が食べる分には全然問題ないんだよ。レビューがちょっとしづらいんだけど。初めて食べる味がしますね。だいたい1日に何個みたいなのは書いちゃないんで。書いてあるかな？読める？ちょっとよくわかんねえな。まあ、英語もしかしたら、こう読める人は読んでもらいたい。もう3歳児並みの英語しかないんで、ちょっと見えるかな。ちょっとここで停止してもらって、あの、読んでもらえたらと思うんですけど。なんやろね、やっぱ あの海外のグミだけちょっとなんか特殊な味がするよね。あの、ハマるね、ちょっと。あの、日本では食べられないような感じの味がするんで。日本のグミってやっぱ甘いんよね、ちょっとね。でもこう、なんかアダルトな味がする感じがあって、まあ、味は、まあ、そもそも味わって食べるグミじゃないんやけど、ちょっと味はね、こう日本のグミとはちょっと違う感じがして面白いですね、これ、非常に。また、あかんくなった。やっぱ押さえながらこう開けるのか。これ、開け方の解説動画じゃない？うん。っていう感じですね。まあ、冷蔵庫に入れて保存しておきましょうね。で、なんでこの動画を紹介するようになったんかっていうと、クイーン・オブ・ザ・スターティック・オペラっていう、まあ、小生の友達がおるんですけど、その子があのプロダクトコードを作ってくれてですね、あの、そのプロダクトコードやったら10ドルぐらい安くなるんやったかな、1000円ぐらい安くなるんですけど、値段はあの何倍やったかな、17ドルぐらいかなんで、確かちょっと調べてないですけど、ちょっとあと調べて概要欄に貼っとくんですけど、うん、っていう感じで、食生活の乱れがあったりとか、した場合にはいろいろ調べてもらったらなと思うんですけど、まあ、あとちょっと軽く説明しとこうね。緑色は何味や、何の効果があるとかっていう。まあ、プロダクトコードはあと載せとくんで、あの、コピーして貼り付けといてもらえたら、あの、安くなるんで、ぜひぜひ買ってもらったらなと思います。とりあえず、あの、今、日本の薬局って、あれや、あの、睡眠導入剤とか、あの、精神安定剤みたいなのが、あの、だいぶ、なくなっちゃったんよね。だから、こういう食べ物でね、あの、そういうのが狙えるっていうのは非常にいいことだと思うんで、何やろう、ちょっと、ね、あの、何やろ、非常に、なんて、人生がちょっと変わるんじゃないかなっていうのは思うけどね、うん、なんで、まあ、もしよろしかったらね、ちょっと気になったら、これ買ってみればいいんじゃないかなと。だってかっこいいやん、これ学校とかでさ、これ食っとったらさ、なんそれ、かっこいいって なるやん、いろいろ。もう女の子でもいろいろかわいい色した、赤いやつとかあるから。いや、これでビタミン取ってるんやでとかって言ったら割とかっこいいなって思うんやけどね。だから、ちょっと、何や、刺激が欲しい人は、ぜひぜひこれを、食べてみたらいいんじゃないかなと思います。あ、テイク2、うん。あ、やっぱ書いてあるわ、ここに。ここ。テイク2グミーズ、トゥワイスデイリー。1日2個。ってことかな。多分ね、ちょっとわかる、あれだ、コメントしてもらったらいいんですけど、多分1日2個っていうことなんだと思うよ。うん。なんで、もうレビューで2個食べちゃったんで、とりあえず明日ですね、もう。で、60個あるんで、1ヶ月か。うん。これで大体1ヶ月持つってことですね。同時に2個食べていいのかな、やっちゃったけど。うん。ということで、はい。ゴリ組でしたね。ゴリラみたいな感じだけど。うん。まあ、あの、プロダクトコード、クイーン・オブ・ザ・スタティック・オペラのね、小生の友達のプロダクトコードを使ってもらえたら、安くなるんで、また財布と相談して決めてくださいね。はいはい、じゃあ、ありがとうございました。まあ、またちょっとゲームのレビューとかね、やっていくんで、ではでは、またお会いしましょう。さよなら。